農耕民の生活の変化で一番大きなものは持ち運べない住居を使うようになるということであります。旧石器時代ですとテント状の持ち運べる住居が主体だったのですが、この時期この西アジアの人々は日干しレンガという粘土を四角く叩きしめて、それを太陽の光で干してレンガ状にしたものを積み上げて住居を作るという新しい方法に転換をいたしております。その初期の農民の文化は旧石器時代の伝統を引いて、神様もヴィーナスの伝統を引いておるのですが、それはごくわずかな時間であり、その文化も急速に変容していくこととなります。